망고항인데 거기가 알로 망고항 전에 이놈은 갖다 주면서 하마치 예 그거 300엔 これもさばくでしょう。それから細かいやつはね、これはアサリがあったんで、ね、ボンゴレを作りましょう。ニンニクでジャッといっちゃえばいいね。それから手羽先があるかな。今日のメインは手羽先だよね。手羽先これ半分だけ使って、残り半分は揚げ物にしちゃおうかしら。よいしょ。手羽先が一番かな、今日は。まあこういうのはね料理作るときは順番っていうのがあるからさ相手ね豆になきゃいけないですから忘れてた豆は持ってきちゃいけないのでどこなんだろうねこれがありますこんにゃくがありますねこんにゃくもこれないんだよで手羽先ねココナッツカレーですよもうちょっと使うかで、ココナッツカレーで1杯9なんて使ってさシャーシャーの男だろもう最近幸せやね手羽先をやっつけるけどココナッツカレーの時はこの尻尾ついてると邪魔なんでまあ尻尾もやっつけるけどね食べやすいようにしましょうよいしょ今日はさ大変だったよガス欠でね一回はするよね俺ガス欠象徴的にいいんじゃないですか本当にあの自動車のねここ包丁置き場ですねこれねこれ手羽先手羽元これこっちはこっち側でねあの炒めますこれはこっち側、こっち側炒めますよねちょっとこれをこうやってねこっち側と切ってここをちょっとハムを入れておいて火が通りやすいようにしないとねこっち側が元だね先か、元か先か完全にバラバラになるとねちょっと面白みがないんでちょっと残してでしょ面白いところねこっちを持っとく片側の剣を切った方がいいよねよいしょこれいいかなこれいいかなあのレッドココナッツカレーだよねレッドココナッツカレーでニンニク肉肉が登場ですニンニク肉肉ニンニク肉肉ポッポーっとこのぐらいだなポッポだよ今日はちょっとお休みなんですあんまり仕事しませんでした買い物に出てガス欠になっちゃったからでもね、ちょっと苦労して作ったプログラムがうまく動いたんでやっぱ俺は天才さそれにしか金儲からんね天才は金儲からんものさこれ半分はなんだっけあれなんだっけあの忘れました忘れんのよな見えてきてますね今あのひよこ豆を見ておりますカレー半分はもう忘れたんだよ。勘弁してください。
ニンニクをね、こうやって割るのはちょっと早いんだけどね。ニンニクにグリ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 ポッポー。これ切ったら、刺身刻んで、刺身切って、ボンゴレだね、ボンゴレ。これボンゴレ。こっちボンゴレ。ニンニク好きなんだろうね。こんなにニンニクよく食う男もあんまりいねえかもね。オリーブオイルでね、ニンニクって。ボンゴレってしますよね、うん、貝をニンニクとオリーブオイルで蒸し焼きにするって感じだね。あんまり塩入れないっていうよね。よいしょ、最初にやっちゃおう。サルリこれね、ほら安売りね、安売り。もう死んでるかと思いますが、でも美味しいんだよ。この上、これをこう、えいってやっつけるわけだね。パセリ、パセリだね。パセリを刻め、まあみんな加熱するんでね、これをそのまま使いましょう。もうちょっとニンニクとか、まあいいね、これでね。これはね、ビタクラップのニンニクだ。普段はこうやってひっくり返しておくんでね、ちょっと下甘いな、うん、はい、ひよこ豆はカレーで使いますからね。多分ひよこ豆に入れるのが一番遅いんで、その間こうやってね、バター入れるのもあるんだよね。バターにしようか、今日は。うまそうだね、バターの方がね。そうしようか、そうしようか、そうしようか。まあ、どっちでもいいけど。グレープシードオイル、グレープシードオイル、グレープシードオイルだから。オリーブオイルかですね。ちょっと香りが強い方が。面白いんで、オリーブオイルにしましょう。はい、
ニンニクニクニクニンニクニクニクポーニンニクニクニクニンニクニクニクポッポーじゃちょっと柔らかめバージョンニンニクちょっと今ギリギリちょっと泣けましたねサーモットいいねで、岩塩ね。俺は先に入れちゃうね。なんでだろう。はい。で、アサリが入ります。頑張れ頑張れあっさりくんねっフッシュワイン香り香りいい香りやねいい香りやねで青を入れてで白ワインしません色に戻しましょう OK かなベビーどうだろうこのバランスちょっと入れるんだよねなんか元の方によると豚鍋をちょっと入れるって何か読んだことがあるで味を見ましょううんすんげえめもうちょいしようもうちょいしようしょうゆでてるかほっほっほっそれやですねうめえかなやっぱ耐痛だよねそれは耐痛これあの骨やしちくめエムさんにもらいましたあのニンニクのみじん切り得意なエムさんに2枚もらいましたからね娘の誕生祝いと家のしちく祝いでね3枚目は何でもらうかねこれもなんかやらなきゃなはい、美味しそうだねはい、座りじゃあその次行きましょうかその次は、まあその前にちょっと暑くなるんだけどな次はココナッツカレーですけれどもこれ入れちゃいますからねパセリ入れますパセリ入れるじゃんこれも入れるからねうめえかなからよかぼちゃかぼちゃはね気をつけないと手切るよ本当に気をつけてねかぼちゃは我が娘よかぼちゃにやられるな何
なんで娘にそんな。味はちょっといらないね。薄めの方がうまいかな、コロコロの方がうまいかな。コロコロでいこう。かぼちゃの甘みが出るからね。じゃがいもを買ってくるとじゃがいもに入れないことにします。かぼちゃの甘みを出しましょう。しいたけにパプリカ。いいかもね。これ結構ちょっとしか使わないのね。だからあんまり皮粉なんかもったいない感じがするけど、まあいいよね。これパパパパってね、ダダダダダダダン、ドゥンドゥンドゥン。あ、甘い。甘い状態があります。甘い状態な。正体不明。ちょっとでいいです。甘みが出るからね、甘みがね。これいいかな。ココナッツミルク、そしてミナノシル。この缶切りの優秀さを見る。これねすごいんだよ。こうやってやるとここを切っちゃう、ここ横をね。だからねびっくりだよ。こうでしょ。ちょっと注目。こう切ってこうね。俺もこれ初めて見た時、神が私に作ってくれたのって思うぐらい感動しましたね。それでまあいいじゃんね。ニンニク肉肉ニンニク肉肉ほほーが入りましたね。油ラブ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 ラですね。これがね、レッドカレーのルーかと思いました。やっぱ夏はカレーだよね、カレー。すごいね、ルーね。なんかカレーのルーを温めるのと野菜を炒めるのか別な方がいいような気がするんだけどね。まあいや、書いてある通りやりましょう。いや、書いてある通りじゃないんだよな、そもそもな、この時点で。悩むね。カレーの加熱は後にしよう。やっぱなんていうの鳥だろうね。なんか俺マニュアルより優秀だよって感じ。いや、そんなことない。楽しいよね。
もこれ、これやって、まあこれはやんないとダメだよね。これじゃねえよな。まあ、いいたちを。まあ、ちょっとあれは用事で進んでいけばいいからね。それがしっかりと。順番的には問題ないですね。が入って、このなんか鳥とかなんかね、外側が焼けてないと美味しくないね、絶対ね。で、中にオイスターが入っているんですけどさ、お、真っ黒クロスになってますね。あれこうやるのないか、木のやつないか。あっ、マイカが出てきました。ナンプラー入れろとかね、なんか書かれてるんだけど、ちょっとそれはあんまり好きじゃないんで、あれ入れちゃいますね。これ前買ったやつはさ、もうでっけえ瓶に入ってたから、もうあれだよね、どうしようもなかったよね、入れちゃってきて。これね、入れちゃいました。中国のナンプラーというのが入ってる、何だっけ、ラー油。向こうの方に行かせるんだ、ちょっとまだ水分は足りないね。白ワインでも入れてあげようか。白ワインを入れてあげます。匂いを出さないとね。もうちょっと白ワインだった。こうなるの知ってたけど、まあしょうがないね。どうじゃろ、ココナッツミルクだぞ。なんかエスニックだね。これちょっと弱火で煮ないとね、かぼちゃが、なんか薄くしときゃよかったな。おー、うまそうじゃん。すごく弱火。めっちゃ弱火でいきましょうやん。
あっちゃね。今日すごい雨だったね、今日もね。うん、なかなかうまいの。でもこれ嫌いな人は嫌いだね。あ、大事なこと忘れた。ひよこ豆入ってないじゃん。どうすんの、ひよこ豆。ひよこ豆入れるつもりで今煮てたのにさ、もっと早くから入るのダメだよ、ひよこ豆ね。お湯入れて、これ飛ぶぐらいまで煮ましょうか。このフライパンではもう煮たくないので、いつもの締め鍋で煮ましょう。今日はあれだね、ココナッツミルクカレーね。いつもの煮しめじゃなくてね。はい、じゃあこれから次をやりましょうか。あとはもうこれそのまま煮てます。よいしょよいしょ。ボンゴレができましたと。これも OK ですが、ちょっと片付けしながらやらないといけないね。お、ちょっと煮えてきましたね。火入り出したら弱火。このまま30分ぐらい煮るといいんじゃないかな。うん、うまいぞ。あ、なんかお店に建てそうですよ、マスター。さあ、お店にガス出さないは別として、今日も美味しいご飯食べましょうね。で、今日はこれからなんだっけ、今日はこれから肉団子。めんどくせえな、やめよう、肉団子。いや、今日やんねえとな。もう、ひき肉が悪くなりそうだから、やんないとダメだと思うんだけど。やるか。ほい。肉団子だね。肉団子作りましょう。肉団子ってさ、俺中になんかいろんなもん入れるかと思ってたら、何にも入れないね。ただこれこう卵でドロドロってやって揚げるだけなんだってことを知ってね。いや、今日ちょっとあの見たんですけど、料理の方にね、みたいな。びっくりした。そんなことじゃない。でもやっぱ叩くんですよね。この本だとよくこれなさって叩きね。止めてるぞ。強烈だもん。
スコスコだ。
もうこれでいいや。ココナッツカレーね、180度ただいま予熱中でございます。じゃあその間にこれは置いといて、刺身軍団を作り出すか。刺身軍団ね、本当料理してるときは休まない。こういう絶対交わっちゃいけないものがあるんでね、刺身軍団とはね、その人たちにみんなで作ってみましょう。後片付けっていうのはね、もうやりながら片付けないとダメだからね本当に苦手だよ、僕は後片付け。一回軽く落としてね、また落とします。何よりこっち側が大事なんで、こっち側を気にしていきましょう。今日肉切ったのはこの包丁だけですから、できるだけ交わらないようにして、ニンニク肉にこれもうしっかり2日で2個使いましたねニンニクニクニク、おもう早く余熱終わり、余熱終わったら揚げ始めるけど、揚げ始めた時は刺身はもう切り終わってるかな。まあ多分そんなに大変じゃないんだけど、こうやってることが重なるの嫌だから、揚げ終わったらタタタと切りましょうかね。この辺のものをこうやって長いのと、あっつい、クーラーつけるかな。お、PDP が鳴りました。 OK だね、ゴングショーです。よいしょ、粉も何もつけないでただ入れたからね。こんなんでいいからね。ひき肉の唐揚げっていうかもう粉つけるんだろうか。いや、これでいいんだわ。すごいね。うまそうだぞ。どうしようかな。パンも作ろうか。あれに書いてあったのは、書いてあったのはね、中華料理って結構ケチャップを使う。ケチャップに甘みがかかる。あれ？
のね。本当です。本当です。これは困ったな。そうだな。で、こちらはこれでね、ああ、まあまあだぞ、こういうことにしようか。うん、まあまあうまい。ママうまい。なんちごったい。はい、入りましたね。まあいいよ、これでケチャップ味だ。はい、じゃあ続いてこっち側のあるやつをね、なんですよ、なんかあ、ポン酢あった、後でポン酢買った。これうまそうだぞ。卵にひき肉で叩くだけだな。包丁で叩いた方がいいね。ただこうやって入れるだけだもん。はい、肉団子おしまい。ほんとちょっとだけ垂らしてあげましょう。多分うまいと思う。はい、今こっちが始まっております。お料理作りが一番楽しみですね。は
あ、いいじゃん、いい。よいしょ。何十回なの。おお、弾力ある。中生、あれ中生だよ。ちょっと生っぽいよ。これはダメじゃん。いや、生じゃない。どこに持ってこれか分かんない。ちょっとなんか中ジクジクってして生っぽいね、これ。これうちの奥さん怒られるな。うんめ、死ぬほどうんめ。うん。そこな、電子レンジにかけろ。あっち側はもうちょっと回るんですね。全然生っぽくないよ。うまい。はい、言い訳はその辺にして、自分の通すように最初の1個揚げといて1個切ってみたらいいからね。言い訳はやめるよ。これをね、で、ご飯を始められます。じいちゃんまだ来ねえな。これほら、さっくり、ここ真ん中がまだまだまだ、この辺がね、もう一回ぐらいとこうか。もうちょっとくるくるって回してやろうか。こっち側は失敗できないね。料理に失敗はないってね。真ん中はね、どうしよう。身もいい加減。いいんだよ。料理下手も前もないもん。毎日毎日こうやって作るのが楽しいの。妖精じゃねえんだもんな。まあ、本当に下手くそなっていうこと言うやつ多いけど、自分で毎日やってみて。いやね、一流料亭の板前さんに比べりゃ笑われるだろうとかさ、もういいかな。はい、
あ、犬がさっきよりちょっと濃い色だね。中の芯から水が出てきて、はい、それで終わり。どうなんだ、2個開けてみようか。さっきの失敗に来る1個開けてみることに。さっきより買って、今度は大丈夫だね。ね、全然大丈夫。うん、うまいでボンス。うん、うまいぞ。はい、甘酒に入れて、オッケー。今日は何作ったんだ。いろんなもの作りました。まだ作るぞ。雪平、小雪平が欲しいな。ね、この写真真ん中のところをこうやって見ちゃいましょう。これは OK だ。はい、今日はこんなところでいいですかね。お刺身をここに入れてあげて、おじいちゃんの刺身をちょっと取ったんですけどね。テリテリってなったら出来上がりだ。これも結構うまいんだよね。捨てるのもったいない。もったいないお化けが出るんだよ。ということで、今日はおみそ出来上がりましたね。ボンゴレに刺身に肉団子に台風カレーに刺身のあらの煮しめ。昼間の煮込みもちょっとあるかな。もうねえかな。まあいいやね。魚もあるから、まあ、おじもいっぱい食べます。今日も俺もいっぱいやろうかね。今日もということで、明日は金曜日。ちょっと2日3日コンソメましたけれども、なんとかなりました。じゃあ舞ちゃんもなんかかっこいいよね、ここにいて、俺の方見てて。上手にできたぞ、まゆ。じゃあね、バイバイ。